スルーに変化をつける技術は実はかなり効果的です。大きなスイングでのカット時とショートスイングでのカット時でインパクトの強さを一緒にすることができれば同じ切れ具合になり相手を惑わすことができます。ナックルドライブは打つ前に手首をある程度固定した状態で面を少し上に向けてボールを長く持つような形で打ちます。ループドライブの時は打つ瞬間に少し手首を使ってあげると回転がかかります。その2つを使い分けたい場合は手首を固定してからボールが当たる瞬間に手首をそのままにするか使うかで分けてあげましょう。相手をフォアに寄せて自分のフォアに来たボールをバックに送り返ってきたボールを狙い打つ。このパターンは私が現役の時に得意としていた戦術です。フォアカットをする時には裏ソフトでカットをしても良いのですが反転して粒高でなるべく打点を速くしスピードの速いカットを送ることで相手に突っつきをさせます。相手が突っつきの構えを取った瞬間に足を調整し素早く攻撃体勢に移りましょう。カットを連続で送りナックルカットを混ぜてそれに対応してくる選手はカット打ちが上手い選手です。相手がどれだけカット打ちができるかはナックルカットへの対応力で決まります。ナックルドライブからスピードドライブで緩急をつけることで相手のラケット角度が狂いボールが浮いてきます。それをスマッシュで狙い打つ戦術です。